芸能版タイガーファンディングではどうぞよろしくお願いいたします今宵も芸能界に君臨する目利きの虎たちが志願者の可能性に目を光らせる まずはご経歴をどうぞ朝日桃香32歳です、えー、住まいは東京都ですよろしくお願いします次に、えー、と芸歴を簡単に教えてください、えー、元銀行員で現役サメ女優として活動しております代表作は、えー、ニコラス・ケイジさん主演のハリウッド映画プリズナーズ・オブ・ザ・ゴーストランドという映画作品ですよろしくお願いいたしますあなたが思い描く未来の姿はサメ女優という肩書きを皮切りに世界で活躍できる女優になりたい では、新たな才能で魅了せよ。醤油はタレン。ンまずは、あの皆さんにどうぞ、自己紹介してください。えっと、出身は東京都で、えっ、ー、と、セーラームーンに憧れて、あの人前に立つのが好きになって、女優を始めました。中学校の演劇部から、現在まで、もう20年間、お芝居を続けて生きています。幼稚園から。 大学までずっと18年間女子校だったのであまり男性とお芝居をするっていうことがなくて大学卒業後はもういろんな人とお芝居してみたいと思って俳俳優優養成所に通ったたりししてての活動を続けてきました大学在学中はお芝居と放送研究会っていうところと、まあ、日本語教育とか国語の教員免許を取ったりとかしてあのこうちょっとちょっと 日本文化にも興味があるのでそういうところも学びつつ大学時代を送っていました卒業してからはマスコミを志望していたんですけれどもことごとく落ちまして銀行員になりました5年間法人の融資事務をした後に卒業して現在女優1本で活動しておりますよろしくお願いしますなるほどじゃあ 2七歳ぐらいまではいわゆる会社員だったわけですよね。はい、29歳で。29歳まで。その銀行員をやってる時代も活動はは続けていたんですか社則、はい、にあの乗っ取ってる範囲内で続けておりまし二、うんはい、29になってえ今が32だから3年ぐらいはこれ1本でやってらっしゃる。はい、はい、今はどうやって生活してますか今は俳優の仕事が 6割7割、うん、あと動画編集ですとか、はい、SNS の運用代行をして、うんまあ、あとはあの映画の制作現場に AD として入ったりとか<ー>そういう裏方をしてし生活してますあと、はい、で皆さんとあの結構な時間使ってやり取りをしてもらえばいいと思いますけども今日ももかさんが皆さんにご披露するのは何でしょうかえと歌を一曲聴いていただきたいと思います。 はい、じゃあ、あのアカペラだそうですけど、歌って歌いますか？はい、はい、じゃあお願いします。はい、月さんの晩餐歌という、ちょっと人気曲を歌います。君を泣かすから、だから一緒にはいれないな。君を泣かすから、早く忘れてほしいんだ。君が教えてくれないか。 何十回の夜を過ごした出えられぬような最高のフルコースを頂戴ありがとうございましたはい、はい、ありがとうございましたじゃあここからはぜひあのご自由にお願いしますじゃあいいですかはいずっとフリーなんですねはい現在フリーとして活動しています<ー>じゃあどっかに所属したことはもうずっと今までこの20年間でないってことですねないです でも、今回はどっかに所属しに来た。はい。今まで、なぜその所属をしないっていう選択を取ったんですか。うん、一応、芸能事務所さん。 数々受けてみたんですけれども、はい、落ちててしまったったいいうのが、はい、大きい原因ですあとは自分でやりたい活動が結構多くあったのでそれをなんかこう自由にできないんじゃないかみたいな勝手な思い込みがあって自分のできる範囲内でお仕事をしてたんですけどやっぱりあの自分の手の届く範囲内のオーディションだと自分の思うような活動ができないなと思って芸能事務所さんから来るお仕事を受けてお仕事したいな っていうふうに思ったので、あの事務所所属したいと思ってここに来ました。思うような活動ってどういう活動がしたかったんですか。まあ、例えば、あのその、まあ、マスメディア、テレビドラマの出演のオーディションとか、はいはい、テレビ CM のオーディションとかは、うん、なかなかこうメインキャストとかだと受けられないので、そういう芸能案件がいただけたらなと思って。あ、ごめんなさい、違います。今までフリーで動いていて。はい。 自分のやりたいことがあったってつづ、はいてます。そのやりたいことっていうのは何だったんですか。芸能事務所に入らずしてやりたいことっていうのは何だったんですか。まあ映画作りをしておりまして、自分で主演の映画を多くの人に見ていただくっていうのを考えた。うんうん、あこれ制作も入ってるといことですか。入っております。ななるほど,るほど。制作はどういう部分を携わってるんですか。うん、キャスティングですとか、はい、あとはまああの。 交番の細かかいいとところを書いたりとかあもう AP がやるようなっていうそういう作業ですこの今代代表表作株式会社、LD、代表大谷秀政日本屈指のインディズレーベル全国ライブハウス11店舗を運営するどこよりも自由なエンターテイメント創造集団カフェレストランのグループオーナーとして夜カフェブームを経営音楽と飲食業界のマッシュアップで年商40億円を叩き出すまさなの渋谷の黒卿特として d j 皆殺し志願者の奏でる才能に耳を澄ませる この今代表作。書いてありますけれども。はい、これ、それぞれやるきっかけというか。オーディション、でもオーディションというわけでもないですよね、これ。そうですね。なんか。教えてもらっていいですか。はい。はい。そのシオン監督の作品が好きで、あの、そのシオン監督と出会って、あの、結構出演させていただいてたんですけど。あの、そのシオン監督に出会った流れで、次こういう話があるんだけど、どうっていうふうに。お声掛けいただいて、出演の流れになりました。 いつ頃でやったんですか。2019年ぐらいですかね。4、5年前だった気がします。5年前くらい。はい、だいぶ前です。これはいこの映画っていついつの映画ですか。もう結構前の、すみませんちょっと年代が今。銀行員時代ですか。あ、銀行員時代です。撮影したのは。なるほどね。ちょうどやめた時でしたね。うん。これはハリウッドまで行ったんですか、撮る。あ、京都で撮影。あ、シガなんですけど。あ、じゃこっちが舞台の映画だったんですか。はい。はい、何か外国語で。 話話せせますなるほど、はい、ミュージックビデオっていうのも何か手があってとかですかはいご縁をいただきましてあの制作スタッフで一緒に働いてた人が「こういうのあるけど出てみない?」って言ってくださってオーディションに受かりましたささんはかれました。<laughs> 残念ながらオーナーお手にもつきませんでした。あ、そうですか。はい。どんな質問なんですか。よく聞かれるんですよ。指名きになりましたね。それはね。と行きましたね。日本でもそうだから。そうですよね。そう、そういうお話があってって言われたから、お話があってって。いやでもその質問ね、あの仮にあったとしてもはいって言いませんよ。そうですか。ものすごくくだらない質問だと思いますいやいやいや、ね日本出てるからなんか怪しいなと思って。 やっぱそういうものなんですか、業界は。いや、僕はわからないですけどね。<laughs> はい、<laughs> うちはないですけど。え、橋さん、わかります。その辺。話はいっぱい聞きます。ああ<ー>、はっきり。はい。はい。やっぱり、監督とかの、気に入った女優を。連続で使うっていうパターンで、僕ら素人でも、あ、またこの人出てるわとかあるじゃないですか。はい。そういう場合に、まあ、すべてがそうじゃないんだろうけども。そういうこともあるっていう話ですか。やっぱ、その、なんとか、ゴミとかって、こう。はい。 馬が合うとか、もあるんで、はいはい、あとキャスティングも楽になるんで、うん、同じチームを使うってことはあるとは思いますけど。うんうん、その、気に入った人をずっと使うっていう、気に入り方じゃないですかね。うん、まあ、多いですよね、同じ監督、で、毎回出てる、まあ、その俳優さんって。はい、あの、女性も男性も多いですよね。テレビでもそうですもんね、やっぱり。ね、あと、ちょっと失礼なんですけど、これ、この時と、はい、このラブシャークの時と。 今だいぶスッキリされてる感じがするんですけど、これ、はい、のちょっとぽっちゃりしてる感じがするんですけど、結構体重って自分が意識したら変えられるもんなんですかあ、はい。 えっとあでも体重的には多分そっちの方が落ちてるんですけど、うん、はいちょっと二の腕がね高まめですよねのなんかこの写真見るとこの時の方が福永に見えちゃう,うちゃりしてるっていうかこれ見てもね <laughs>、うん、これすごい突っ込んだ質問なんですけど <laughs>、はい、めちゃめちゃ階段業界の方たちばっかり絡んでるじゃないですかこれな,なんでそういう関係なんですかあの監督をしている夏目太一郎っていう、はい あの夏目監督がいらっしゃるんですけど、はい、その方が怪談最強戦の、えー、と四天王と言われてのファイナリスト4人に残っていて怪談のつながりがたくさんあってでオカルト映画のくくりでも見てくださる方が多いのでそのホラーインフルエンサーということで出演していただきました。 あご自身がそういう業界に精通しているとかっていうことではないってことですあでも私ももうほぼほぼそっちのほら階段業界に階段もやってそんな業界があるんですか <laughs> オカルト界隈が <laughs> はいうちもマネジメントしてるあの2人組のグループいますけども、はいはい、オカルト結構お客さん入るし、うん、あうん今並びつけるんですよねまたそうなんですか じゃああれですね斉藤さんが見てこの出演者見てもそういう界隈の人が多いあそうですねもうここの資料のこの人たちも全員オカオカルト業界の人たちそうなんですなんでそんな中に我が親友の宇治神一ンがいるすごく話題になってました現場で会談業界じゃないと思う違いますねでも現場でご一緒して出てくださいって言ったら出てくださったんですよあそうなんだ変なやつですからねお優しい方でしたね。芸能人とは思えないシャイな 独特な人ですよね<ー>この人ね。そうですね、うん、真面目な。あなたそのいわゆる映画とかに出たいっていう希望が一番多いですか？はい。うん、ただあの自分としてはその映画に出る時よりも舞台に出る時の方があのお芝居をしてるなというかあのお芝居のこう学習ができるというか自分の経験値になってるなっていう感覚があるのでお芝居舞台も続けていきたい映画もやりたいっていう感じです。あの経験ある方だから。 ちょっと突っ込んだ質問するんですけど今後今この年齢じゃないですか今,今後どういう女優さんに <laughs> なっていきたいとかありますか第一目標は、はい、大竹忍さんでコメディーにも出られるし<ー> CM とかもやるし、はい、ああいう女性になりたいですなるほどですね。制作も興味あるんですかあ、はいあのわりかし銀行員時代に細かい事務作業をやってたので AD 的な制作進行のところはわりかしお役に立てるかなと思うので、はい 現状もなんかこう仕事受けたりはするんですか自分が出,出てない現場っていうかあでも大体もうあのスタッフやるから出してみたいな感じで交渉しちゃいますあ,あのよかったらお願いしますあのよかったら P を入れますんで、はい、出身大学とそのメガバンクってどこの銀行なのかちょっと教えてもらっていいですか、はい、じゃあ P でお願いしたいんですけど、はい、出身大学は、うん、銀行はです、うん、都内の支店ですか三店経験しましまて、はい、最後は いました。はい、エリートじゃないですか。これ将来的になんかご自身で例えば監督やりたいだとか自主制作で映画撮りたいだとかってなんかそういった思いってあったりするんです。今はまだないんですけど、あのまだ自分が出たい気持ちでいっぱいなので、はい、その主演映画をたくさん撮りたいっていう気持ちが強いです。んまあ要は、えー、主演映画をとまあ撮りたい撮られたい。<laughs> そうですね、うん。でもいずれは自分がメガホンを持ってやりたいっていうところがあったりします。<laughs> うん なんかプロデュースも楽しいなと思っていて、はい、このラブシャークって実はシャークシリーズ二作目で前作イドシャークっていうこういう感じばかりでイドシャークっていう作品があるんですけど、これはあの海外進出北米で今販売されていて海外にもプロデュースというかしていけているので、なんかそういうところも自分でつながつなげていきたいなって思ってます。販売っていうのはいわゆるそのえっ、ー、と版権を売ってるってことですか？あ、そうです。はい。ここにね。 サメ映画オブザイヤーって書いてあるんだけどそのサメ映画オブザイヤーなんていうのがあるんですか <laughs> あるんです本当にあるんですか <laughs> 勝手に作ってるだけじゃないの <laughs> アメリカ大統領推薦ってサメリカ大統領って誰だって話がったんですか <laughs> だってサメ映画ってこれ以外にあるんですか他にも たくさんありますあるんだはい一応2023年に公開された映画だと21作品ありまして<ー>その中のグランプリでございますそうなのはい。え、それは全世界で <laughs> いやでも勝手にそのサメがオブザイヤーを主催してラブシャーク投票してみたいに言ってるだけなんでまあそれはいいとしてもはいそれは日本だけで21作品あるのかあ、世界で,です世界ではいサメを題材にした映画が21作品この年にあったはい 去年はあの夏にメグ・ザ・モンスター2っていうワーナーブラザーズ社が3億円かけた映画が、あのー、すごい人気になりまして、はい、そこでやっぱりちょっとサメブームが日本では来てるみたいですちなみに今3億円って言葉が出たんで聞いたいんですけどこれいくらぐらいかかったんですかこの映画には140万円ですあのクラウドファンディングでご支援いただきましてはい、はい、コンパクトに僕は全然わかんないですけど橋さん140万で映画って作れるんですかな <laughs> なかなかしんどいいと思いますよ 結構これもみんなギャラも手弁当ってことですよね一応ギャラはクラファの中からお支払いすることができてただ拡散とかパンフレット作ってくれるとかそういうのは結構応援したいって言ってくださる方のご協力でじゃあもうボランティア的なボランティアがたくさんいればできますよね普通にたら無理でですよ何十万このも 予算内で作ったんですか。<あ>いやこのサメ。はい、サメはあのもう移動の時にサメがいたんで、<laughs> それをこう足生やして。レギュラーのサメなんですね。はい。<laughs> 一応なんかドキュメンタリーとかフェイクドキュメンタリーの作品なので。百四十万で映画作っちゃうんだ。いやすごいで、ね すごい、こ80分んで,でも本当に結構あのホラー映画というよりかはちょっと首も飛んだりするんですけどコメディ映画だと思っていたまけばまあまあいわゆるね B 級 C 級的なやつああこれ中の写真とかでカメラも持ってたりするじゃないですかはいか撮影とかもしてたってことですよね、ま あの一眼とかはできないんですけど8ミリとか私も心霊調査のアシスタントという形で出てる役として持ってるだけですかあそうですあでも一応その撮った映像も本編に作って,てなんかみんなでこう作り上げた感じのっていうことですね <laughs> まあ熱意だけでこうやりたいっていう気持ちでやってる感じですね。感覚的にはあの大学の映画研究会かなんかのノリの延長線上みたいな失礼な言い方になっちゃうけど、そんなイメージもあるんですけど、割りにわりとそれに近しいんですか？はい、割りとそれに近いと思います。す映画って割と映画業界ってそうですよ、ほとんど。うん、なるほど。あの商業映画にちゃんとなってる方が一部です。うん映画出演の実績、確かな実力を示す志願者。 虎たちは議論の中でその経歴を掘り下げるここでタイガーファンティングは次なる志願者を迎え入れる新生イエローキャブフランチャイズ加盟店大募集詳しくは概要欄からでは次の方どうぞ失礼します まずはご経歴をどうぞ上原ゆきな十四歳です、えー、東京に住んでます簡単に芸歴をお伝えください普段はグラビアアイドルとして活動していて、えー、舞台やミュージカルにも出演しました、えー、日体大出身でスポーツのお仕事をしたいと思って最近はあの進めています 日体大のご出身ということで、大学を卒業して2年ぐらいですかはい、そうです。これまでその日体大の時にはこういう活動はしていなかったしてなかったです。この2年間は、いろんな活動をしていると思いますフリーでやってきてるのね、今までは。えっと最初は所属してたんですけど、そこの事務所さんがグラビアがメインだったので、幅を広げたいというか、やりたいことがあったので、1年で辞めて、今フリーで活動してます。 じゃあ、えっと、最初の1年その事務所に入って、はい、このここのところの1年はフリーでやってるといはい、はい、なんか今日あのグローブ持ってきてるんで、はい、えっと今日何やってくれるんですかね私目標が始球式なんですけどちょっと投げてどなたかに取っていただきたいなと思っていやおなんでいやいやいもいやいやいつもいつもいやいいつもやいやいやい,つも <laughs> いつも本気で投げていいですかいやいやもうすやい いやでも、ちっちゃい、ちっちゃい。ああ、こん。あ、こ公式投げんのかと思うんです。危ない。はい。もうちゃんとしてるもん。何やってんですか。何の茶番やな、これ。いや、でも、フォーム綺麗ですけど。ありがとうございます。ちょっと、ここ、もうちょっとやろうよ。 浮いちゃうの。ん彼女のパフォーマンスはこれだけです今までオーディションとか受けたことあるのちょっとありますその時もこれやってた野球はやったくさないです選考というか日体大に入ったのはなんか選考で入ったんですかいやあの普通にもう勉強だけで入って あの部活は別のセパタクロっていうスポーツをやってて何ですかそれあーっておっしゃってるあわかりわかるんですかはい何ですかセパタクロ何ですかね足でやるバレーボールって言えばいいですかねそうですへーめちゃくちゃ器用ですよあれやってる人足は上がるってことですね足は上がりますバレーボールでいうアタックがオーバーヘッドキックみたいな感じでそうですそうですあのこれ見たかったです今部活って言ったけどよくわかんない日体大ってはい 普通に体育会の何々部ってのがあるんじゃないのそれはあるのちゃんとありますそういう部ではないんだそれは部ですあ部なんですかですちゃんとした体育会の部なんですかはいじゃあかなりガチでやってるわけガチでやってますあ,あなたみたいにそのスポーツ推薦とかじゃなく普通に試験を受けて日体に入った人は自分でその部活を選べるのあ、そうですそういうことだよね選べますで、その中でそれをあなたは選んではい。4年間やってきたそう、3年ぐらいあ3年ぐらいへー あなたはなぜに日体大に入りたいと思ったのスポーツが好きだ好きだから <laughs> 単純にはいあ。でも今はスポーツが好きなんじゃなくて何か芸能の仕事がしたいと思ってるわけじゃないですかはいいつ頃からそれ思ったんですか <laughs> お会いしていただいたらわかるかもしれないんですけど結構ちっちゃい頃からこういう明るいというか表向きな感じで目立つのとか大好きで、うん、応援団長とかやったりはしてて、うんうんうん そういうんだろうエネルギーを発したいっていう気持ちはあったんですけどやっぱりレールに乗って生きてきてでも大学卒業するちょっと前に誘っていただいたのがきっかけでなるほど始めてグラビアから入ったんですけどまあ入り口はそんなになんか重要じゃないかなって思ったのと 単純におっぱいでかかったので、あの入り口はそこで始めたんですけど。いいね、自分でおっぱいでかかったの。<laughs> いや,だいやでも大きいですよね。<laughs> いやグラビアで行ったら全然なんですけど、ああまあその時の自分そを思ったので。なるほど。え高校時代に体育祭かなんかの応援団長やったの？中学校の時にやりました。高校は普通に応援団やったんですけど。うん、あ高校も応援団やった。はい、えー。応援団の先輩だなこれは。<laughs> お願いします。<laughs> <laughs> ちょっと質問いいですか、はい、これ資料を見させてもらったりとか今までやってきたことを聞くと、はい、多分イエローキャブさんがぴったしなんだろうなって僕思ってたんですけど、はい、実はうち、はい、まあ何チームか、まあ、ちょっとチーム目立たせないですけど、はい、今3チームぐらいかなの始球式のキャスティングしたりとかしてるんですけどそれだけだとあれなんで、はい、そのこれからの活動ってどういうことしていきたいとかって自分の中にあるんですか どういう,どういいういことをしていきたいですか多分他の志願者さんみたいに、はい、例えば何だろう一番これがしたいとかもう朝ドラ女優になりたいとかはないんですけど、はい、この自分のハッピーなエネルギーをもっと生かして表に出て、はい、でその中でスポーツが好きだし自分が生かせるのがスポーツタレントっていうのがあってあ<ー>そこ 名前出すとその稲,村稲村亜美さんとか最初グラビアから始めてすごい目標というか、はい、第二のって言われるもしくはコスぐらいいなりた全然もうスポーツ全部大好きなんですけど<ー>ただ今の目標がその始球式で100キロ出してんだろう、はい、まあちょっとニュースになる なりたいなってそこが入り口であってただフリーだしいろんなことができるからこそその売り出し方は結構悩んでて、うん、今は野球って自分の中では絞ったんですけど経験者ではないしちょっと考えてはいますなるほどです、はい、好きなプロ野球の球団はあるんですか好きですおじいちゃんからずっと思う ちょっと気になったのが最初の1年,1年所属してたところが、はい、グラビアがメインだったんでやめちゃったって言ってましたけども、はい、ダメなんですねそれグラビアがメインの事務所だと。ダメってことはないんですけどうんやりたい自分がやりたいことをなんだろうその肯定する感じではなくってこれをしてこれをこれをしてからこうっていうのがその事務所さんの考え方であって。 私としてはそんなに時間ないし行き急いでるわけではないんですけどなんだろうもっと自由な方が自分の性格にも合ってるなと思ったしだからってだろう途中で辞めるとかその印象よくないのも嫌だったんで一応そのサンスポ五学院っていうお仕事をお任期を終えてから辞めて今自由にやらせてもらってるって感じです。やどういうういい人とととジョインしたいなと思ってますかでも自分と会う 上から目線じゃないですけどそれは全然いいんだけども <laughs> こんな限られた時間の中で、はい、あなたと相性が合いそうだなっていう人を見極める力がありますかないかも <laughs> ないかも <laughs> <laughs> スポーツ愛を語る志願者その天真爛漫なキャラクターで場の空気を掌握する芸能界への進出その意欲を語るプレゼンテーショントラちは一体 どう評価する寒いが勝っちゃいますいやいや、そんな仕事いっぱいあるって <laughs> 夏は暑いっすよ